サッカーの現場でサンバ合いますね。はい、合います。普段どんなところでやってるんですか？あの、日本では。あちこちで。ブラジルでも日本の中でいっぱい。14時、選手ウォーミングアップは13時15分頃からとなります。ウォーミングアップ登場時には選手からのサインボールのプレゼントも行いますのでお楽しみに。お時間までは城下町ゼルビーランドやウォータープラザにてお楽しみください。ここで本日のマッチパートナーのご紹介です。FC 町田ゼルビア対清水エスパルスにご来場くださいまして誠にありがとうございます。また清水エスパルスサポーターの皆さん、本日は天空の城の御嶽をお越しくださいました。今シーズンも共に J リーグを盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。続いて本日の審判団をご紹介いたします。マッチコミッショナー杉澤直樹、主審吉田哲郎、副審荒金聡、山村正弘、第4の審判員田原玄太、以上の審判団によって行われます。本日のエスケートキッズフラッグベアラーはアートサックスセンター FC 町田ゼルビアフットボールスクールの皆さんです。皆さんよろしくお願いします。清水エスパルススターティングメンバーの紹介です。背番号
俊一。背番号15番ディフェンダー岸本翔。背番号4番ディフェンダー高橋明治。背番号8番ディフェンダー鈴木義成。背番号28番ディフェンダー背番号14番ミッドファイバー白崎亮平。背番号3番ミッドファイバーオナウド。背番号11番ミッドファイバー高山達也。背番号10番ミッドファイバーカルリーニュースジュニア。背番号33番フォワード乾隆。背番号20番フォワードオセブン。続いてサブスティテュートです。背番号1番ゴールキーパー大久保拓夫。背番号5番ディフェンダー北爪健吾。背番号38番ディフェンダー小林明。背番号7番ミッドフィルダー神谷雄太。背番号13番ミッドフィルダー宮本浩太。背番号9番フォワードチアゴサンタナ。背番号45番フォワード北川光也。監督浮き畑大博。
Thank you.
それでは FC 松田